タイムボカンシリーズヤッターマンヤッターマンヤッターマンは日本テレビ系列で2008年1月14日から2009年9月27日まで放送されたテレビアニメ読売テレビとタツノコプロの共同制作全62話放送時間については放送形態の節を参照1977年から1979年にかけて放送されたテレビアニメ タイムボカンシリーズやったーマンのリメイク作品であり、タイムボカンシリーズ初のリメイク作品でもある。テレビシリーズとしては、通算9作目に当たるが、第1作目をはじめとする従来のシリーズ作品とは、異なり、タイトルに、タイムボカンシリーズを関してはいない。本作品により、過去のシリーズで用いられたセルガからデジタル制作へと移行した。探し物が、 第一作目の4つのドクロストーンから本作品では特定の個数を集めると願いが叶うドクロリングに変更されそれを探しに各地を巡るのが物語の主軸となっているまた第一作目との間にはストーリーのつながりはなくその他設定面においても様々な点において相違が見られる2008年1月から2009年3月開始当初の 放送時間は毎週月曜19時19時30分。その後2008年10月からは、放送時間の連続する名探偵、コナンと共に、アニメ7枠に内放され、さらに11月からは、同番組と放映順、スポンサーがそのまま入れ替わり、放送時間も30分繰り下げの19時30分、頃から20時とされた。ただし、放送時間変更後の初回となる11月10日。 放送分の番宣 CM では、従来通り、月曜19時放送と案内されていた。地上デジタル放送では、中央比14、9のハイビジョン放送を採用しており、地上アナログ放送では13、9レターボックス放送となる。日テレプラスでの再放送は、地上波の時とは異なり、16、9レターボックスで放送している。2008年5月5日、放送文より、 データ放送を開始した。全番組である、結界史と同様に、オープニング後の提供読みは登場キャラクターが毎週、交代で、それぞれの特徴を踏まえた言い回しで行い、スポンサード CM 明けに後半パートの途中で、提供クレジットを表示し、その後一回入る CM は各局それぞれ異なる、スポット CM であった。日テレプラスでの再放送は、 スポンサーの表示が一切ないため、本編途中での提供クレジット表示も一切ない。OP は CG アニメーションを使用。次回予告は ED に内包される形式となっている。また、第24話から第33話までの間、お仕置きタイム専用のパート、今日のお仕置きコーナーが ED 以後に設けられた。会によっては ED 前にお仕置きが執行されることもあったり、 省略、カットされたりするケースもあった。2009年4月から9月2009年4月より、平日19時台に生放送の帯バラエティ番組、サプライズが新設されることに伴い、本番組の放送時間も4月5日より日曜7時7時30分に変更された。同時間帯に自治体の広報番組やドキュメンタリー番組等の実写制作番組を、 放送していた一部の地方局では、この放送時間の変更により途中で打ち切られる可能性があったものの、各局とも自社制作番組の時間帯を移動する等の措置を行ったり、スポンサーセールスでもネットワークセールス継続となったため、変更前に引き続き全国同時ネットで放送された。放送時間変更前の最後の放送にあたる第35話が、 最終回を匂わすタイトルになっているのはその名残である。放送時間変更後は、第53話第56話と最終話を除き、番組冒頭でドクロベイ様からのお願いとして、テレビから離れて見るように警告して指令後同様に爆発となるお約束が追加された。また OP はフルアニメーションに変更され、次回予告も ED 後のミニコーナー終了後に挿入。 ナレーションは、おもちゃまと、ネートンが言った。提供クレジット表示は、B パート途中から、ED 曲前に変更され、A パート終了時と B パート開始時にアイキャッチが入るようになり、CM 前後におもちゃまのカードを当てるゲーム、ED 終了後に、週替わりのおまけのコーナーが新設された。番組内で放送される CM はすべてスポンサー、CM となる。 オープニング後の提供読みは登場キャラクターがみんなおはよう。ヤッターマンは P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りするのだ。コロンと言った後にヤッターマンがいる限りこの世に悪は栄えない。と言っていた。元日や大晦日にも放送していた第一作とは対照的に放送時間変更前までは年末年始。 改変期などを中心に放送休止となるケースが多く見られた。長い時には2008年9月上旬から11月上旬にかけて2ヶ月間、これを含めて年間で5ヶ月以上も休止という異例の編成となり、放送休止が多すぎる状況にファンから苦言が呈されたこともあった。1周年を迎えた2009年1月の時点での話数が 限定版を含めても30話程度に止まったのは、こうした事情による。この反省点から、放送時間変更後は放送休止が頻発する状況も大幅に改善され、日曜朝の時間帯での休止実例は、24時間テレビを放送した2009年8月30日のみに止まった。番組終了から約2週間後の2009年10月12日には、 シニテレビで再放送を開始した。同時期には CS 放送の日テレプラスでも再放送を開始した。放送枠を移動して約半年後の2009年10月19日には月曜夜時代の後番組にあたるスーパーサプライズ月曜の4コマ劇場で最終回に登場したドロンジョの素顔が放送された。本作品はドクロベ役の滝口淳平。 そして、三悪を演じていた、小原のりこ、柳上司、竹壁和也の4名が揃って出演した最後の作品となった。本作品終了後は、オリジナルキャストの成拠、休業や高齢化などもあり、皇族のシリーズ作品や関連する、商品展開でドクロベエや三悪が登場する際には、代役が立てられたり、そもそも出番自体がない場合もある。 第一作目と同様に、ドロンボー一味の悪だくみを阻止するのが目的の他に、本作品では一般的なレスキュー活動も行っている。二人がヤッターマンになった経緯は、作中では明確には語られておらず、第一話から特に説明などはなしに変身している。第一作目のヤッターマンとは完全に別人だが、ドクロベイに記憶を一部奪われた。 ドロンボーに同一人物扱いされることもある。ウェブアニメ番外編にでは、初代のヤッターマンの豆知識を聞いていた。第31話のみにて、ミユというガンちゃんの遠い親戚の少女が、ゲストキャラクターとして登場。手先が器用な少女で、基地に残されていたヤッターメカのジャンクパーツを、ヤッターマン変身パーツに改造。自ら4号を名乗っていた。ドクロリングを集めるために、 第一作目と同様にインチキ商売で資金を荒稼ぎしてドロンボーメカを作りドクロリングの持ち主から手段を選ばず強引に盗もうとする悪党3人組。午後6時になるとタイムカードを押し時給は80円。ドクロリングの個数は当初は5個だったが第35話で実は10個必要だったということが判明した。最終話で一度は解散したが三人とも 涙と共に引き返したため、最終話のラストで再結成してインチキ商売を始めた。さらに、ドクロベイも引き返して、実は、ドクロリングは50個必要と指令を与えた。自らの目的のために悪事を尽くす悪党だが、決して人の命を奪うことはせず、劇場版では、バズールと手を組むが、彼の真の目的が世界征服であることを知り、 離反して、パズールの悪事を阻止しようとするなど行動をとる。また、三人とも人間的に妙に真面目な部分もある。さらに、ドクロベイの理不尽なお仕置きに対して、前作に比べ、怒りを見せる描写がほとんどなく、お仕置きポーズである、ドクポンタンもなかった。アジトは当初、CG アニメによる高性な作りの部屋で、壁に巨大な歯車がゆっくり回る。 メカ工場と壁が巨大な水槽になって、巨大なメカ魚が泳いでいるにパターンがあったが、最近の物価高で、家賃が払えず、追い出されたため、第24話から第1作目と同じ汚い外観になった。OVA の設定が残っていたり、ストーリーフォーマットに突っ込みを入れたり、第1作目のことを懐かしがるなど、楽屋ネタを挟むことも多い。番組開始当初では、 やったーマンが登場する掛け声を言うたびに、30年前と変わらないね、とうと言ったり、第36話で思わず読本の前で慌てて控えて、しまった際、31年分染みついて、万年と言ったり、最終話でアルバムメカで、第1作目の写真を懐かしく見ていたら、あれワイいら何歳だったっけなどと発言しているが、実際は、ドクロ名が再び、 ドロンボを利用しようと企むも、過去のこともあり、言うことを聞かない可能性を考え、彼らの記憶を奪ったと発言しているため、32年、前の記憶や人年齢などが曖昧なのはそのためである。略して、読判。第38話から不定期に登場する、ドクロリングを狙う、謎の集団で、本作品の第3勢力。ボスは、目立ち兄弟などの、エージェントに、 ドクロリングを集めるよう命じているが、当初その目的は明らかにされていなかった。第58話で、ドロンボー一味が集めた9個と、合点が取得した1個が合わさり10個になり、ボスの目的が達成されたこともあって解散した。登場する際には、同空リングハンターの塔2文字、D、H を一文字で演じる。H の部分には、B とトたけしのコマネチのようなポーズで極める。 エージェントたちは冷たい風が吹き抜けるほど恥ずかしいと思っているが、ボスの命令と忠誠の証として仕方なくやっている。毒ハンマークは、ドロンボー一味が赤いドクロであるのに対し、左側が黄色、右側が水色のドクロマークである。ボス自身は黄色いドクロである。声はすべて山寺孝一。第一作目からの目か第一作目から継承された、やったーメか。 1> 第1作目では、後期から出番がなくなったヤッターペリカーンや、ヤッターアンコウの出番が増え、ヤッター版以上のインパクトのあるキャラクターとなっている。本作品のオリジナルメカ以下、本作品が初出となるメカのみを取り扱う。びっくりドッキリメカ格ヤッターメカのピンチに際し、メカの元を与えることにより、ヤッターメカの体内で製造され、口からスロープを降りて出現する。 毎度姿の異なる小型メカ。小型のまま集団で攻撃する場合と変形合体して巨大なメカに変身する場合がある。基本的に愛ちゃんがメカの元を書くやったメカに与える設定に変更されている。ただし、限定1時間 SP ではガンちゃんがメカの元を代わりと二つ目を第12話ではおもちゃまが与えるなどの例外もある。第一作目と異なり、 名称が最初からびっくりドッキリメカに統一され、またメカによってびっくりドッキリメカのモチーフが決まっていることもない。一度に複数の種類のメカが出現する場合や、複数のやったメカが合同で同一種類のメカを出現させる場合もある。本作品では CG によるびっくりドッキリメカの製造工程も見ることができる。見ることができるのは、 やったーワンやったーペリカンやったーアンコウだが、話によっては、差しの都合上、省略されることもある。基本的に、ドロンボーメカにとどめを刺すための存在ではあるが、ドロンボー一味の殺害が目的ではなく、彼らを爆発に巻き込む以外に、生命の危険が及ぶほどの危害を加えることはない。第10話では、例外的に、ドクロリングとおぼしき物体を拾いに、桜島加工に、 おしおき三輪車で侵入した、ドロンボウ一味を救出するため、白マメカが出動している。その他のヤッターマンのメカドロンボウメカ関連の声は、その多くを、三浦淳成や徳本京都市が担当している。第26話では前日の通り松村国博が担当した。ドロンボウの巨大メカびっくりしゃっくりメカコクピットメカ第36話から、第58話まで。 ED 終了後に流れた約30秒間のミニコーナー。以下の中からいずれかが週替わりで放送された。GG イングリッシュ。や、ネートンのギャルゴレのように何回も放送されたものも、あれば、やったージンベイだもののように一回限りのコーナーも、あった。前日の通り、第53話第56話は、劇場版映画に関連した内容であった。 一部作画関係者に旧作と共通のスタッフが存在するが、総監督の笹川博史、メカデザインの大河原邦を、音楽の神保正明と山本正幸以外は全スタッフが入れ替わった。オープニングエンディングともに定期的に変更された。エンディングテーマは、どれも歌詞中に本作品の内容を直接的に表す言葉がほとんど使用されていない。 タイアップ色の強いものになっている。サブタイトルの語尾のコロンはすべて木文字で表記されている。遅れネット曲がないため、日本テレビ系列のない佐賀県と沖縄県以外の全国で同時放送となった。最終話のラストにおいて、次回は、えへ、水着だらけのビーチバレー対決。何ドクロリングの次は、ドクロパンツの名前ダコロン。という、 テイクの次回予告が放送された。劇場版ヤッターシン、ヤッターメカ大集合。おもちゃの国で大決戦だコロン。2009年3月に公開された実写版に続き、テレビシリーズの劇場版も2009年8月22日に、小畜系にて公開。トイト洋国を舞台に、映画オリジナルを含めヤッターメカ総出演が見どころで、特に映画オリジナルのヤッターキングは、 後半のクライマックスとして活躍する。またガンちゃんと父親との絆ややったワンの誕生についても語られる。タイムボカンシリーズの劇場用新作アニメが上映されるのは1981年3月14日公開の東映漫画祭、ま、り内で上映されたタイムパトロール対お助けマンやターシャの結婚披露宴以来となる。 上映時間は94分でシリーズ初の長編映画でもある。特別出演はオードリー。入場者特典として、ヤッターマンサンバイザーがもらえる。8月21.22日のピア、映画満足度ランキングで1位に輝いている。DVD は2009年12月19日に発売。レンタルも同日に開始。ストーリートイトヨー国から招待された、ヤッターマン一行は、 おもちゃのテーマパーク、トイトイランドで、プラモン、王子や国王、そしてパ、ズール大臣と出会う。わがままだが、寂しがりのプラモン王子と遊ぶヤッターワンだが、謎のメカヤッターゼロが、ヤッターワンを襲い大ピンチに陥る。果たして、地球をパズルのように破壊することができる、宇宙釘を利用して密かに、世界征服を企むパ、ズール大臣の陰謀を阻止することができるのか 登場キャラクター映画オリジナルメカ用語、舞台スタッフ主題歌、美行2008年9月まで本番組のスポンサーとして参加していた東芝が公式サイト内にて公開していた全十二話のウェブアニメ。アニメ制作にはアドビフラッシュが用いられ、大河原国夫の書き下ろしによる自社製品をモチーフにしたオリジナルメカなどが登場する。ストーリーはアニメと同様であるが、 ドクロリングならぬ LSI の形をしたドクロチップを手に入れる展開となっており、やったーメカのパワーアップアイテムであるメカの元が IC チップが組み込まれたセミコンメカの元に変更されている。南明菜が本人役でおもちゃまと共演するバージョンもあり、第8話でもゲスト出演している。また、全12話終了後に番外編が5本作られている。サイトについても、 2009年5月29日に1度目の2009年11月16日に2度目の2010年9月30日に3度目のリニューアルが行われた。リニューアル後は第12話と番外編1話公開終了第11話までの各エピソードも東芝メカダイジェスト編としてびっくりドッキリメカとドロンボーメカの対決部分のみの公開に移行した。またパズルド 折り紙は、リニューアル後も引き続き公開していたが、ドクロベートのチャット、ママより、コアアイ、オーディションダベは終了した。2009年11月30日の、東芝一号機を救え、ダコロン、エピローグ公開後、しばらく新作は作られていなかったが、2010年9月のリニューアルの際に、新作、謎かけコロン対決ダコロン、が公開された。以上の、 各コンテンツの公開は2011年2月に、ヤッターマン東芝のページが閉鎖されるまで続けられた。サブタイトルパワーメタブレインで高画質だコロン。一大音役の優れ者だコロン。真空圧縮で輝くご飯だコロン。夢の二大スター共演だコロン。ツイン冷却で新鮮野菜だコロン。綺麗な空気で大正解だコロン。ずっとそっとのサイクロンだコロン。 マイクロメモリで楽しい思い出だコロン。ヒートポンプで純白ふんわり仕上げだコロン。石窯オーブンは恋の味だコロン。プライドをかけた戦いだコロン。発見、すんばらしいお宝だコロン。サブタイトルキャスト放送と連動する形で以下のメディアミックスが展開されている。ありがとうございます。